かってこい。いや、さすがっすね。俺は気づいたんだ。俺がここまで来れたのは、支えてくれるみんなの存在があったからこそなのだろうと。この力、みんなと、そしてお前のために使うと誓おう。邪魔をする。ようやく一息だな。ああ、まだ昼過ぎとは思えないな。夜と言われても納得できる疲労感だ。すまなかったな、キサ。生徒会の仕事を手伝うのみならず、家にあげてもらって。構わないさ。生徒総会のための資料作成は、もともと誰の担当分か決めていなかっただろう。まさか青が全部一人で進めていたとは。休日まで一人でやろうとするなんて水臭い。同じ生徒会の仲間だ。手伝わせてくれたっていいじゃないか。変わらないな。俺が一人で無茶をしようとするといつもアキサはそこにいて手を貸してくれる。俺は昔からそんなアキサに救われているんだ。何か恩返しがしたいんだが、逆にこう助けられてばかりではな。突然どうしたんだ。青らしくない。僕は僕のやりたいようにやっているだけだ。きっと疲れているんだろう。コーヒーでも入れてくるよ。うん、いかんな。連日の徹夜がたたったか。まあ、アキサなら少し寝ても怒りはしないだろう。ねえ、コクリ、あの人間、夢を見ようとしているみたい。本当だね、ハクリ。このままじゃつまらない夢を見ちゃうね。ならほんの少しいじっちゃおうか。夢に出てくる人間一人の性質を反転させちゃおっか。これで少しは面白い夢になるかな。きっと愉快な夢になるよ。本当に意識が飛んでしまっていた。思ったより疲れているのかな。今夜のトレーニングは早めに切り上げた方が良さそうだ。紅茶を入れてきたぞ。紅茶？コーヒーと言っていた気がするが、切らしていたのか？コーヒー？言った覚えはないが。まあ、どちらも好きだから大丈夫だ。そこに置いておいてくれ。ん？そんなマグカップ持っていたのか。赤いハートのデザインだが。アキサはもっと無地の地味なやつを好んでいただろう。それではまるでカップルが使用するような。ただのもらい物だが、量がたくさん入るんだ。青が使っていいぞ。そうか。こういうのは普段使わないから少し緊張するな。それより時間はあるか。実は青に相談したいことがある。相談？もしかして悩み事か。ああ、任せてくれ。これでよければいくらでも力になる。
アキサへの恩は返しても返しても到底返しきれるものではないからな。ああ、ありがとう、アオ。別れた男から復縁を迫られているだと？ああ、あまりにもしつこいのでな。日常生活にも支障が出て困っている。そもそもアキサに恋人がいたのが驚きだが、あ、いや、アキサほど可愛らしい子にそういう話がない方が不自然か。その男を何とかしてほしいというのが相談か？いや、危険な男なんだ。だから青も首を突っ込めば無事では。大丈夫だ。何のために普段から鍛えていると思っている？その男に別の相手ができればもしや。なんて考えていたが、青はやはり頼りになるな。ああ、任せておけ。俺が話をつけてきてやる。それでその男の名は？ああ、トビオ、はかりトビオと言うんだ。貴様がはかりトビオだな。そうだけど、どちら様で？アキサに言い寄っているそうじゃないか。は？あんた、アキサの知り合いか？アキサが迷惑しているんだ。これ以上アキサに近づこうとするな。男らしくもないぞ。強引に復縁を迫るなど。復縁？待ってくれ。何か誤解してる。そもそも別れてなんかいない。アキサはずっと俺の彼女だ。ちょっと待ってろ。ほら、このマグカップ。アキサの家に同じデザインのがなかったか？それは色こそ違うが、確かにアキサの家にも。アキサはあのマグカップを俺に使わせた。自分で使いたがらなかったということはやはり。即刻アキサから手を引け。お前のような男にアキサはふさわしくない。だからなんでそうなる？本当に執念深い男だ。まさかここまでとは。口で言っても聞かないのなら、やはり拳で黙らせるしか。いや、それではむしろアキサに迷惑をかけてしまうかもしれない。その男に別の相手ができればもしや。大体好き勝手言ってくれるお前は誰なんだ？アキサの何なんだよ。俺はアキサがどうこうじゃない。アキサなんて関係ない。俺はお前が、お前のことが好きなんだ。なあ。ん？なんだ、どうしたんだよ。なぜ俺はお前と映画を見に来ているんだ？今日だけじゃない。先週は一緒に食事をとったし、その前はお前の家に遊びに行ったし。俺には秋田がいるから大鳥さんとは付き合えないけど、友達なら構わない。そう言ったよな。そしたら大鳥さんが、友達とは何をするものなのかわからないって言い出したから、俺が連れ回してるんじゃないか。俺は割と楽しいぞ。大鳥さん天然だし、反応が新鮮なんだよな。ゲームした時なんかムキになってさ。仕方ないだろ。負けっぱなしは性に合わないだけだ。それで今日は何の映画を見るんだ？悪いが、
趣味に合わない映画を見るようなら俺は外で待っている。柔道タヌキを見ようと思ってるんだ。柔道を極めたタヌキが強いやつを倒していく映画なんだってさ。ん？まあ悪くはなさそうだが。大鳥さん、剣道をやってるんだろ。だから武道好きだろうと思ってさ。確かに今はもうやめてしまったが、なぜ俺が剣道をしていたと。手にタコがあるだろ。剣道部の友達も同じ位置にタコがあるのを思い出したんだ。そんなことまで見ていたのか。それより早く行こうぜ。次の上演を逃すと午後になっちまう。こういう場所はあまり来たことがないが、思ったより想像しいんだな。たまにはいいだろう。俺だって毎日来たりするわけじゃないし。さて、今日から入荷したっていう新商品は。お？お菓子や人形だけじゃなく、イヤホンが景品になっているのもあるのか。運動用防水イヤホンか。なんだ、それ欲しいのか。そんなことは言ってない。だいたいゲームで獲得する必要はないだろ。電気店で直接買えばいい。クレーンで撮るからワクワクして楽しいんだぜ。じゃあこうしよう。俺と大鳥さんで1回ずつ交互にクレーンを操作する。でイヤホンを獲得できた方の勝ちだ。望むところだ。俺に勝負を挑んだことを後悔させてやる。よっしゃ、取れた。まさか落とせる寸前でお前にターンを渡してしまうとは。だが俺の勝ちに変わりないぜ。お、店員さんに言えばイヤホンのカラーを取り替えてくれるんだってさ。お前何色がいいんだ。何を言っている。景品を取ったのはお前で。いいからいいから、俺は自分の持ってるから使わねえし。そうか。じゃあ、別に家まで送ってくれなくてもよかったんだぞ。いいって、学校帰りに偶然会っただけだし、一人より友達と歩いた方が楽しいしね。青も一応女の子だろ。夜道を一人で歩かせるのは不安なんだって。一応とはなんだ。一応とは悪い。そのトビオ、すまなかったな。初めて会ったあの日、俺はお前をアキサに寄りつく悪い虫だと思ってた。けどお前のことをちゃんと知って、お前は強引に復縁を迫ったり、そんなことするやつじゃないと思えた。本当に何かの勘違いだったんだろう。まったく、アキサのやつめ。さては俺のことを紹介するのが恥ずかしいからって照れて変な伝え方したな。そうかもしれないな。そうだ、トビオはアキサの彼氏なんだ。俺とはただの友人関係。トビオといると心の温まるようなこの思いは決して口にしてはいけないんだけど、せめて。なあトビオ、明日は学校休みだろ。生徒会の仕事を手伝ってくれないか。お、それって青の学校のだろ。俺が手伝っていいのか。女子校だからな。男手が必要な時はいつも苦労しているんだ。頼むよ。
来たか。まあ、なんか女子校入るのって緊張するな。それで体育倉庫の整理だっけ？生徒会ってそんなことまでするんだな。普段はやらないが、備品の棚卸しも兼ねてな。今日はどの運動部も休みなんだ。つまりここには絶対誰も来ない。そうなのか。お前は言ったな、自分にはアキサがいると。だが俺はそれを知った上であえてもう一度言う。トビオ、お前が好きだ。悪いな、この告白が許されるものじゃないのは分かってる。だからこそ絶対に誰にも聞かれないこの場所まで来てもらったんだ。じゃあ俺は倉庫の整理があるから、お前はもう帰っていい。さようなら。楽しかったよ、トビオ。青。なんだ、きっともう会うことは。トビオ、何のつもりだ。お前が言ったんだぞ、自分にはアキサがいるんだと。そのいいのか。なんとか言ったらどうなんだ。バカ。あ、いい、それ以上何も言わなくて。今はアキサのことを考えるな。俺のことだけ見ていてくれ。ん？なんだ、ブルマはそのままがいいのか？まあそうした方がいいならそうするが。じゃあ来てくれ。悪かった、突然。いや、誘った俺も悪いんだ。彼女がいるのに他の子に手を出すとか、俺は最低だな。そうだな、世間的に、そしてアキサから見たら、お前は残念ながら最低だ。けど俺はそんなお前を好きになってしまったんだ。俺とはこれっきりにしてもいい。逆にアキサと別れてもいい。どちらを選んでも俺は受け入れるよ。俺としては俺を選んでくれると嬉しいけどな。なあなあにはしない、必ず答えは出すから。ああ、待ってトビオ。あいつも哀れだな、思わせぶりな態度を取ればコロッと落ちる。僕にとってはただの遊び相手だとも気づかずに。お揃いのマグカップなんて渡してきた時は腹がねじれてしまいそうだったよ。お前は本当に滑稽だったな。さて、新しいおもちゃを探さないと。チャールズの男でも誘ってみるか。さて、次はどんな男にしようか。大鳥青。不要になった男一人引き受けられず、何がアキサに恩返ししたいっ
だ。この役立たずが。やっぱり面白い夢になったね。たった一人の性質をいじるだけでここまで壊れてしまうんだね。やっぱり人間は他人頼りで弱いんだね。やっぱり人間は移ろいやすくて脆いんだね。でもお姉様は喜んでくれそうだね。混沌とした感情が渦巻く夢だもんね。底知れぬ力がみなぎってくるようだ。常人なら制御しきれず暴走してしまうかもしれん。だが任せておけ。使いこなしてみせるさ。翼が気になるか？これではまるで戦を止めたな。飛べれば戦闘の幅も広がったと思うが、どうやら飛ぶことはできないらしい。残念だ。胸の飾りがずれているか？直そうとしてくれたんだな。ありがとう。頼むから、そういうことにしてくれ。